皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ、今回のテーマをお送りします。霜降り明星、ソシナ、クレジットカードの審査に落ちたと、暴露、先月、某会社の、27日に放送された、霜降りミキ、クシット、TBS 系列、同番組レギュラーのお笑いコンビ霜降り明星のソシナさんが、出演しました。 テレビの前で誰にも話していない秘密を暴露することになり、先月、クレジットカードの審査に落ちたことを暴露し、行き承しました。粗品、クレジットカードの審査に落ちたことを暴露し、視聴者驚愕。27日に放送された、霜降りミキクシット TBS 系列。同番組レギュラーのお笑いコンビ霜降り明星の粗品さんが出演しました。 9つのバスケットゴールのうち8球にはボールが入っており、残る1つのゴールを外したら、まだテレビで入ったことのない自分のちょっとした秘密を告白する企画が放送されます。挑戦者は、のきなみ失敗が続き、ミキのスバルセイさんは東京でマンション購入を検討している、エグジットの金近大輝さんは母親にマンションを買ったなど、耳を疑うほどの大金が動いている気配のある暴露が続き、 残るは最後の挑戦者である粗品さんもゴールを外し失敗に終わります。最後の暴露は一体どのようなものなのか視聴者がワクワクして待っていると粗品さんは罰が悪いのか歯切れが悪く先月 3CJP3CJP 某放送時に規制クレジットカード会社の審査を落ちましたと暴露。下振り三木クシットメンバーは通りません。信用はありませんと締めくくりますが視聴者からは カードの審査落ちるって。知名度あっても芸人さんは審査通らないのね。暴露内容は粗品さんすぎる。粗品さん信用されてないって、そんな暴露が素晴らしすぎ。など、捨て身の告白を称賛する声が寄せられました。クレジットカード会社がよく言う信用って何今回、クレジットカードの審査に落ちてしまった粗品さん。粗品さんの前に、 マンション購入を検討していると暴露したスバル生産はこの番組のメンバーどうなってのと、かたやマンションを購入した金地下さんやこれからマンションを購入しようとしているスバル生産など全員がお金にまつわる暴露をしたもののその内容のあまりの違いに悲鳴を上げます。一般的にクレジットカードを持つためにはカード会社に申し込みをして入会審査を通過しなければなりません。カード会社は きちんと利用した分の料金を支払えるのか支払い能力を判断するために審査を行います。粗品さんはもともと大阪を中心にお笑いの仕事をしていましたが、売れっ子になるにつれ2019年4月より活動拠点を東京に移すなど、その実力は高く評価されています。本業のお笑いでの単独ライブもあり、ラジオやテレビ番組では冠番組を持ち、CM にも多数出演し、 テレビで見かけない日はないと言っても過言ではないほどで収入の柱を複数持っているだけに推測ではあるものの高収入は間違いない様子それでもクレジットカード会社の審査に落ちたということは支払いが滞る可能性があると判断されたのでしょう芸能界ではタレントのウエンツ・アキラ氏さんが新居探しの際にマンションの賃貸審査に通らなかったと告白したことが記憶に新しいですが 毎月決められ、期待の給料が入る会社員と違い、芸能人は給料の保証がないため、収入が不安定とみなされていると考えられます。支払い能力、信用が第一のクレジットカード会社ですが、イメージと芸を売っている芸能人と相性が悪いのは必然なのですね。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。